マーク14はアメリカ合衆国が開発した核爆弾。水素爆弾であり、固形重水素カリチウムを核物質として用いた初の実用型核融合兵器である。1953年のソ連の水爆実験の成功を受けて、より実用的な核融合兵器として開発された。当初名称は TX-14、または EC-14 であり、 実験兵器扱いであった。1954年4月26日のキャッスルユニオン作戦の核実験で爆発試験が行われ 6.9MT の核出力を記録した。TX-14 にはトリチウムの生成に有利なリチウム6同位体を95%程度にまで濃縮したものが用いられた。 融合反応起爆のためにテラーウラムデザインによるステージ化された構造となっている。核出力の7割がタンパーのウランによる核分裂反応からもたらされる。これは融合反応による中性子を受けたものである。爆弾のサイズは直径61.4インチ、長さ222インチ、重量28,950から3万千0 0 0ポンド。 アメリカ空軍の B-36 爆撃機への搭載が想定されており、10日時には直径64フィートのパラシュートを用い空中爆発進行である。ただし、10日による核実験は行われていない。5発が1954年に生産された。すでにマーク16が1954年1月に生産されていたために、 アメリカの配備された核融合兵器としてはマーク14が2番目のものとなる。また、より大力のマーク17の生産は1954年7月には開始されたこともあり、配備は1954年2月から10月であった。1956年には解体され、核燃料などはマーク17に再利用された。なお、アラームクロックとの別称もあるが、これは、 核兵器デザインの一つであるアラームクロック方式とは無関係である。ありがとうございます。